こら辺に。この前さ、エアポッドをさテーブルに置いてたらさ、みかんの皮の横に置いてたら、みかんの皮が私の耳だと認知されてエアポッドに接続していますって出てきた。そこまだじゃなかったんやって。あら、新しい発見でした。お久しぶりに実家、落ち着く。あったかいご飯を食べています。なんかね、エアポッツってこうピッてつけたら音聞こえる仕組みになってるんです。そうだから、例えば片耳だけつけるやん、そしたらこっちのつけてない方のエアポッツはオフになってて、耳つけた瞬間にオンになるみたいな機能があるから。たこ焼き、年末福岡行くんですけど、もつ鍋でおすすめのお店ありますか？いいですね。なんか私さ、年末今さ痩せなきゃってめっちゃ思ってるの。今お菓子食べながら言うことじゃないんですけど、ガチで本当に痩せなきゃって思ってるんだけど、年末は本当に外食が多いの。とってもに忘年会シーズンですね、うん。あられじゃないよ。そう、年末年始忙しい。本当にびっくりするぐらいね、びっくりしちゃう。覚えることがねいっぱいです。せんべいやった、せんべいじゃない、せんべいじゃない、チョコレート菓子。もつ鍋のおすすめでしょ。いっぱいあるけど、でもなんかオーソドックスなのは一富士な気がする。一富士っていう、そこはね県外の友達とかと行くときは結構利用しますね。西通りにあるやつ。だって山中は美味しいんじゃないですか。あと一景っていう、一つの慶応って書いて一景っていうお店もすごい綺麗で、かな。うん、バラ一本リアタイでツイートしてたけど、トレンド入りしてよかった。ありがとうございます。ハッシュタグ秋吉ゆかとハッシュタグバラ一本がどちらもトレンド入りしてめちゃめちゃ嬉しい。一軒も一富士もいろんなところにありますよ。博多駅のヨドバシ横の野外で食べるもつ鍋はすごくないだって。あれはあれなんだっけ、あのニラがさいっぱい乗ってる西通りにもあるとこだよね。なんだっけ、楽天地だ、楽天地じゃないですかね。あそこの店舗は行ったことないの。でさ、その博多駅の地下かなんかに一軒っていうもつ鍋屋さんありますね。フードコート的なとこ、フードコートっていうフードホールみたいなとこ。そうそう、もつ鍋は山中が好き。おー、いいですね。てか全部ね美味しい。本当にラーソーメンはまだ食べたことない。王族食ってるやろ。あの ロッテから出てるやつでしたよね確か。あれロッテからだっけ、違う、なんかお世話になったとこから出てた気がする。王族、王座美味しいですよね。あのちょっと分厚めのポテチみたいな。うん、すき焼き風のもつ鍋屋もあるよね。まんじゅう屋ですかね、あれは。西区になるのかな。
まんじゅう屋っていうみつ鍋屋さんはなんかすき焼きみたいな甘い本当に甘い味付けな。ラーメン食べたことない。でも締めのラーメンはね行ったことありますよ。もつ鍋の締めは何するのがおすすめ？ちゃんぽん。ちゃんぽんです。あと最近さ、私知ったんですけど、天神にさ、むっちゃんまんじゅうあったのになくなったんだっていうのに最近知ったの。浅草とかにも出てますけどね。あとね、むっちゃんまんじゅうにグラタン味が出てたね。すごいですよね。なんかトントンとかあるよ、豚と豚の角煮みたいなのとか、ハムエッグが一番有名やって、むっちゃんまんじゅうって何言ってても県外の方に言われたりするんだけど、たい焼きとは違うんです。ムツゴロウの形の回転焼きともちょっと違くて、でもたいサクサクのたい焼きよりかは回転焼きに近くて、でも回転焼きよりなんかもちもちしてる、生地がすごくもちもちしてて柔らかくて、そうなんかあったんだよね、もともあのちょ結構前か、あの天神のさレガネットとかですかね、地下鉄の駅につながってるこの階段じゃない、エスカレーターかの途中のフロアにあったんですよ。うん、サラリアか、サラリアにあるんです、あったんです。お、メール着弾したわ。だって福岡って本当にねいいですよね。美味しいご飯屋さん結構ねいろいろ行ってる気がする。だから紹介できるようになりましたね、大人になったので。今チュロス屋さんになっちゃったね。あ、そっか、米粉のさチュロス屋さんがあって、あと昔からあるフルーツジュース屋さんもありますね。なんかそのそこら辺米粉のチュロス屋さんでなんか文字とか書いてくれるんだって。うん、パラ一本見て福岡いいところだなって改めて思いました。うんうん、パラ一本で4人が走ってた信号まっすぐ行けばスカラエスパッシュだから、前の劇場ですね、仮劇場、懐かしさがあった。パラ一本見たよ、嬉しい、ありがとう。なんか TVer で見れるんでよかったら見てください。むっちゃんまんじゅうって福岡なんだ、長崎だと思ってた。長崎はさ、角煮まんじゅうがね有名ですよね。角煮まん岩崎本舗、うんうん、美味しいよね。以前ねザ・稲妻戦隊っていう私が大好きなバンドがあって、そのバンドを見に長崎に行ったんです。その時に食べましたね、角煮まんじゅう。であとさ、ご近所さんがたまにくれる角煮まんじゅう、冷凍のやつを、そうめっちゃ大好きです。あとさ、四庵橋に行ってさ、四庵橋ラーメンも食べた。稲穂焼きってあんまり詳しく知らない。稲穂って何、稲穂かなってこと。まどちゃんが CM やってたねー、すごいですね。稲仙だって、え、大好き、私も
一時期33歳をね狂ったように聞いてましたてかね、Spotify でなんか Spotify で1年間聴いた曲ランキングで稲妻戦隊さんのねのらりくらりで10年後かなが入ってましたね。ひさしさんにグイグイ言っててすごかった本当にね気さくで優しい方で、でも私すっごい気になるしちょっと難しい質問ばっかしてるって言われたんですけど本当に気になることだからでね教えてくださって G4 っていうそのグレイさんは4人ともがねソングライターっていうことでその4人のさ作った曲を入れた CD っていう存在は知らなくてその4人ともソングライターってことは知ってたんですけどその G4 っていう企画があるんだっていうことといっぱいその後にも出したんだよとか教えてくださってすっごく優しい方でした。で誘惑のリフもあの教えてくださったんですよ。でなんか変拍子が難しすぎてそう練習しようって思った。もちろんね楽曲は知ってるしああやって弾いてああやって弾いてるんだっていうのを知りましたねなんか増えたね柄かわいい。グレイさんほんと優しかったです。うん、福山雅治さんの好きな新橋でラーメンね、なんかいろんな方のサイン飾ってありました。グレイって幕張メッセで20万人ライブやったすごいバンドってイメージ。20万ってさ本当どういうことって感じですよね。ゆかちゃんの低音ボーカル迫力あったよ嬉しい。やっぱりキーがさ結構低いというか原曲キーなのでもちろんそれはひさしさんのギターをさ生で見させていただいてすっごく感激したんですけど、そうだからずっとね低い音を出す練習をしてましたね放送前はね。あと TNC のうどんマップとかを、うどんマップってめっちゃ流行っとうやんか福岡でね、もう爆流行りしてて、そのうどんマップの歌を作った方がバラ一本の歌音も担当してくださってて、てかすっごくねーすごく いい感じにしてくださってたというかでした。グレイとセッションした中止と48で初なんかな、すごかった嬉しい、ありがとうございます。あきらくんやな、うどんマップ、うん、あきらさんが音を編集してくださったわけじゃないんですけど、あのうどんマップの曲を作ってる方そうが一緒の方でした最近阿部ちゃんがラーメンマップ始めたね。ねえ見てるよ私ほらあのちょっとあきらさん風にねやってるやつね。松隈健太さんとも飲み仲間っていうのがほっこりした。すごいですよね松隈健太さんは。本当にやっぱ最近めちゃくちゃ会っててそのロケで、だからなんか私ビッシュもすっごい大好きでマリンメッセのライブ行くぐらい大好きなんですけど、すごく気さくな方だからなんて言うんですかね、なんか忘れちゃいそうになるんですけど本当にすごい方なんだなっていうのがひしひしとね伝わってきますよね。ねすっごい本当に気さくで優しい方です。お子さんもねすっごいあの場を柔らかくしてくださって、歌唱力ナンバーワン決定戦にエントリーした。どうなんでしょう、バラ一本の最後のセッションかっこよすぎてテンション爆上がりした、何回も見てる嬉しい本当に。
子は一箱で、一箱最近さ親知らずが生えてきたんですよ。親知らずってさ全部生えないと抜けないのかな。今ひょっこり顔出してる、ちょこっとだけ。なんか今日顔丸いくない？なんか今日顔丸くない？クレイさんの弾き語りしてるゆかちゃんかっこよかった。あ、ツイッターの上げたやつですかね。ハウエバーを弾き語り、せん越ながら弾き語りカバーしました。コアラのマーチ食べてる？でも私が知っとうコアラのマーチじゃない。なんかめちゃモテ委員長みたいな名してる。公園で番宣したくだり面白かった、ありがとうございます。でもそんぐらい本当に見てほしかったのよ。モンキーマジックさんもね熱かったよね。大好きなの本当に。だからなんだろうな、本当にすごい方々と共演させていただけてね、えすごいことですよね本当に。テレレレレ、アラン・ザ・ワール、懐かしいよね。ワインを飲んでる、ゆかちゃんも見れた。いやワインなかなか飲まない、めっちゃ美味しかったの。ワインが本当に、ワインよワインっていう、ワインワインっていうあのダジャレを言われた時に、なんかマルローとかすっごいワインの専門的なお話をされてた後だったから、そのネオンキマジックさんがされてた後だったから、ワインワインっていうダジャレやと思わんくて、なんか専門的な言葉言ってるんかなって思ったらダジャレでした。ワインワインっていうすごく気さくで優しい方でしたね。はちみつ食べた、美味しかったです本当。だからさ続いてほしいなって思うんです、この番組。本当にすごい番組だしね、本当にカンジャムでしたね、ギターのお話も聞けて。最近めちゃうじゃん、也在 TikTok な、TikTok めっちゃ上げてるよね。私も上げないとな、ギターのリクエストください。なんかすごい丸くない今日顔がこれあと多分20回ぐらい言います。レギュラー番組化してほしい、本当にそうなの。それは皆さんにかかってます。あの今回すごくトレンド入りしてて嬉しかったし、もう皆さんにかかってます本当に。ビール当たった人いるのかな。なんかやばくない？
照明変えたりした？学習机のライトつけてなんか多分なよくわかんないんですけど、多分海からザパッと上がってきてるコアラちゃんでした。ギターでも弾こうかしら。サテライト見つけて不思議私のこと。指弾きしようかな。今日はちょっと遅めなので時間が。分かって欲しいねえ、サテライト小さな光なるみたい。分かって欲しい。私のこと分かってほしいねえ、サテライト小さな光分かるかい分かるかい分かってほしい。クリスマスだね、もうすぐ。あ、ちょっとクリスマスっぽい歌でも歌おうかしら。なんかさ、充電器ってなんでこんなにさすぐ壊れちゃうのっていうぐらいすぐ私ね充電器ダメにしちゃうんです。だから今パソコンのさ充電器がなくてさ、もうあと 4% しかないんですね。だからもうすぐコードが見れなくなっちゃうんですね。はい、ピエンです。とっても金木犀の夜歌おう。ずっと大好きな歌なの。充電器ってさ、なんか本当になんか10個ぐらい買ってストックしときたいぐらいに。そうなの。よし、チキンモクセイの夜歌います。夜はちょっと感傷的になって金木犀の香りをたどる。なんでもないふりしても声が聞きたくなって電話番号を思い出そうとしてみる。かけるかけない、会いたい会いたくない、いつの間にか随分遠くまで来てしまったな。ああ、
しないよね。いつか他の誰かを好きになったとしても忘れないで。すっごく好きなんですね。切れちゃう前になんか歌おう。何が聞きたいですか？わ、なんか壇上すごいな。ギターの私がいっぱいいる。ウィンターゲイン、この季節聞きたくなりますね。ちょっとグレイさんの歌はいっぱい練習してから歌いたいな。 However この前あげたの。 Howeverそう、メリールーサブスク解禁してましたね。ねえ、いい感じでしたね。しかもめちゃくちゃなんかアレンジ変わったりとかいろいろあるんかなって思ったけど、もうよかった。めっちゃちょっと大人になったメリールーなのかなとか勝手に思ったりとかしながら。注ぐ愛の名を永遠と呼ぶことができたなら、言葉では伝えることがどうしてもできなかった。愛しさの意味を知る、あなたを幸せにしたい、胸に宿る未来そう。悲しみの涙に濡らさぬ表を紡ぎ、愛生きてる。やばい、あと 2% になった。カラオケで歌ってた青春時代を思い出す。私の父もね、結婚式の余興で歌ったって言ってた、ハウエバーを、ね、いい曲ですもんね、本当に。では次は藤井風さんの帰ろうを歌いたいと思います。ちょっとあと 2% しかないから。本当にね、大好きな曲ですね。 1,2,3,4,5 弾けるかな。1,2,3,4,5,6 あなたは夕日に溶けて、私は夜明けに消えて、もう二度と交わらないのなら、それが運命だね。あなたは明かり灯して、私は光求めて、怖くはない。失うものなどない、最初から何も持ってない。それじゃそれじゃまたね、少年の
瞳は聞かれ孤児の鐘は鳴り響けともう聞こえない。それじゃそれじゃまるで全部終わったみたいだね。お間違い先は長い忘れないから、ああ全て忘れて帰ろう、ああ全て流して帰ろう。あの傷は薄けどこの皮は消えねど、もうどうでもいいの吹き飛ばそう。爽やかな風と帰ろう、優しく降る雨と帰ろう。憎み合いの果てに何が生まれるの、私私が先に忘れよう。帰ろうでした。もう 1% しかない充電器が、こう充電器あるんですけどね、一応角度を頑張ったらちょっと充電されるのよ。押さえとったら充電できるんです。インナーカラーもうちょっと抜けてきた。帰ろういい歌ですよね。あ、ピアノだったら片手で弾けるか、充電しながらでもコード追うぐらいだったら明暗じゃない。充電はないけれども、充電はないくて、あの片手でさ充電器押さえとかないとさ充電されないシステムなの、この充電器は。なので今片手しか使えない状況。あ、見てこれ置いてた、テーブル、テーブルじゃない、あのピアノの上。ちょっとつけてみるか、試し。私は表現に消えてもう二度と交わらないのなら、それが運命だね。あなたは知って、ジェルジェルさんの、これでいいかな。
ーンって言ったけど、え、奇跡的になんか充電されてるわ今。地面に落としちゃったんですけど今充電器を、なんか奇跡的に充電されてるわ今。ありがたい、たいたい。奇跡が起きた。今ちょっとペダルのね、ペダルのペダル、お、ペダルもついてるわ今。ペダルここで踏みます。ちょっと難しい。よし、いける。セクシュ、あ、やばい、ダメだった、やっぱり。なんかたわし1年分プレゼントみたいなテンションでさ、充電器1年分プレゼントとかあったらいいのに。充電器1年分ってなんやねんっていうところから始まりそうですけど。ペダルを諦めよう。電気壊さないよ、だっていろんなトラップがありますからね。ピャーン。 LINE 開いて。という状態、今ねパソコンはちょっと充電中。めちゃくちゃ今 LINE が来てましたね。グループ LINE とか、グループ LINE 私さ見てみたらさ、プロフィールを119個も入ってんの、グループやばくないですか。しかもいらんグループめっちゃあるんよ。例えば何があるかな、
チーム H マネージャーなしとかのトークあるんだけど、もう9人しかいないの。しかも山田まりな、リコ、ナコ、チオリ、サッシーさん、ハルタン、岡本直子、ジーナ、ほぼおらんやないかいっていうこういうグループがいっぱいあるんです。そう、使ってないグループラインがめちゃくちゃいっぱいあるの。なんか抜けるとさ、みんなに通知行くのね。だからそんな別に、まあ、いいかって思ってさ、そういう感じなんですけどね。僕一応114でした。だって、いい、自分だけのグループメモにして、わかる、メモって書いてある、グループ作ってる。ハイピングサイサー健在ですね。寿司出したくなるよね、たまに。片手ダイビングしてる、今こう押さえとかないと充電されないね。なんかさ、 MacBook ってさ、パソコンゲームないのかな。
リキュアできないと思って。私ピンボールめっちゃやってました、 Windows の時。あれ楽しい。あれはできないのかな、 MacBook でピンボールは。スイダウ見てますか？見てますよ、スイダウ。また新しいアイドルがね発足してたね。やばい、このずっと充電器押さえてくのめっちゃ肩こりそう。私ネットゲームめっちゃやってましたね。アメーバピグも小学4年生の時やってたし、あとさポップンベリーっていう、私サンリオゲームめっちゃやってたの。サンリオゲームってさ、なんかめっちゃあったくない？昔。今はないんかな、サンリオゲーム。ポップンベリーのゲームすっごいやってた。今もうないのかな、サンリオゲームって。ポップンベリー懐かしいって。そう、なんかね、なんか作るゲームやってましたね。もう今ないの？もうスマホの時代全部。わあ、タイニーパークあんだ、まだタイニーパークあるんや。やば、タイニーパークあるの。昔やってましたね、めっちゃ。どうなってんのそれ、アプリになってどういう感じになってんだ。あとほかほかぐでたまごはんっていうぐでたまのアプリも一時期やってた、昔。昔さ、本当にサンリオのやつやってたし、あとパンダ、ミラクルパンダみたいな、パンゾーのゲームもめっちゃやってた。昔、パンゾー、ミラクルパンゾーみたいなやつ。パンゾー面白かったな。今ないん、ないの、あんのかな、パンゾー。一応 PC って書いてあるけど、ちょっと、あんまり、Mac との相性は良くなさそう。プニプニバスト懐かしい。はあ、すごいな、プニプニの星。ジェルベース懐かしい。何が好きやったかな、なんか学校へ行こうみたいなやつ好きやったな。あと UFO キャッチャー。あれ、なんか走る。あ、学校に行こうだ。UFO キャッチャーないのかな。パンゾーキャッチャーか。
やばい、分からん。ショックウェーブをダウンロードして、難しい。バンド、これできんの？バンド。なんかダウンロードしたら遊びますって書いてあったから、ダウンロードしてみたんだけど、ちょっと英語ばっかりすぎて全然わかんなかったな。パンゾーキャッチャーやりたいんだけど。どうやってやったらいいの？難しい。難しすぎる。ちょっと難しくて分かんなかったな。なんだこれは。やばい、全然わかんない。チップファイル、なんだこれは。全然わからないです。インジップアプリケーション、ナビ活してきます。お、ありがとうございます。どうやってデータ転送する？回答してインストールせずに、あ、違うのインストールしちゃったよ。全然関係ないのインストールしちゃったんですけど。スタート右ボタンをクリックし、
ない、全然関係ないの。ちょっと、アンインストールあった、アンインストール。あ、できたできた。あー、びっくりした。ゴミ箱に入れよう。なんか変なの、全く関係ないアプリ入れちゃって、なんか広告みたいなの出てきたやつかと思って。なんか違ったみたい。ほんで充電がちょこっと溜まったので、なんか歌おうと思いますが、何がいいですか。ねえ、 TVer をさ、インストールしてさ、バラ一本という番組を見てほしいです。ひさしさんとね、セッションしたので。ブルーハーツを聞くさ、あ、インディゴラインドさん聞きますか。聞きますよ。今日で今日の夜のマジックで、今夜限りのマジックで、ファンが聞きたいと。ありがとうございます。ベイベー、壊れそうな夜が明けて、ダラ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 。星野源さんいいよね。くだらないの中にって曲もね、好き。君の声を聞かせて。よし、声を聞かせて、遠いと
ょっと難しいな、あのコードが。壊れそう、ベイベー、壊れそうな夜が明けて、そんな。ゆかぜとはやぶさ聞いてみてください。え、聞いてみよう。おすすめソング。ヘビースモーク。灰皿に強く押し付け、ピックピック金色の灰皿に強く押し付け、新品のセブンスまた手を伸ばして、君はヘビースモーカーやめられなくって、四角い箱が手放せない、綺麗なその声もおしゃかれて、空っぽの煙をた西野さんのヘビースモークでした。あなたとクリスマスイブを歌ってくださいというコメントをいただきました。ありがとうございます。これピアノサウンドだよね、めちゃくちゃ。簡単弾きでC D A 難しい E A A。クリスマス公演とかでも披露されるのかなって。すまね、クリスマス公演、クリスマスにクリスマス公演なんです。もう発表されたんだっけ。え、はまあ出ますよね、それは。どっちかはクリスマス、え、クリスマス公演って発表されてますっけ。ちょっとわかんないです。クリスマスは公演かもしれないです。ちょっと歌ってみますね。これが最後の歌でしょうか、今日は。一番素敵な、
よし、行きます。どんなプレゼントよりあなたの両手に抱かれたかった。このことの胸におでこをつけたままずっと粉雪が二人を包んで街の人もり始めても離れたくないよこの場所から永遠より一秒を長く世界で一番素敵なクリスマスイブをありがとう。いつか今日を思い出すわ。メリークリスマス and I love you。 メリークリスマス and I love you。あなたとクリスマスイブでした。何か歌ってほしい曲などあればぜひに。バラ一本のさ感想を送ってさ、ビールをさゲットしたよって人いたら教えてください。何人ぐらいにね当たってるんだろうね。今日は顔が丸い気がします。ありがとうございます。今日も夜勤頑張れます。頑張ってね。今回もあるのかな、当たるよみたいなやつね。インドシティ来てみてほしい。そう、聞きます。去年のクリスマス公演で聞いて感動した。嬉しい。あなたとクリスマスイブはさ、この前のさあれでも歌ったよね、ニコ生。ニコ生でも歌いました。最近どんな歌聞いとるかな。ね、もうすぐじゃんクリスマス。やばー、インナーカラーの色が抜けてきた。コメント何なんだろうか、このコメント。月読みで聞いたことありますか。ないです。多分私最近の歌全然ね、最近の歌なのかな、全然ランキングとか見てみよう。あ、クリスマスソングが1位だ。もうすぐクリスマスだもんね。どこかで鐘が鳴って、thank you.
しきらめく街のせいかな。会いたいと思う回数が会えないと痛いこの胸が、君のことどう思うか教えようとしてる。いいよそんなこと自分でわかる。ソングでした、はあ、クリスマスですね。もうすぐ。ファーストラブ、あ、そっか、ネットフリックスで今初恋ってやつが上がっててさ、だからめっちゃ今あのギターのサイト見てるんですけど、宇多田ヒカルさんのファーストラブがめっちゃ上に来てる。切ない香り、明日の今頃にはあなたはどこにいるんだろう、誰を思ってるんだろう。ヒカルさんのファーストラブでした。いい歌だな。ネットフリックスで見よう。あとカルテットも最近さ、ネットフリックス出たらしくて、めちゃめちゃ気になりますね。拍手コメント。What last Christmas and na na naこの恋が実りますように、少しだけ。そう、ドラマのカルテット、やばいやばい、ひえい飛沫失礼しました。おこんばんは。こんばんは。
晩は催眠になりそうです。こちらこそありがとうございました。皆さんいい睡眠が取れたらいいですね。55分だからランキングを読もうかしら。あ、すごくミラーボールが回ってる。ありがとうございます。ランキング読みます。あら、どこで打ってみる。これか、いきます。13位ケネス、12位きなこツインテール、11位かっちゃん、10位のえ、9位えいじ、8位いたっぴー、7位やまぽ、6位りゅうが、5位ただたんたん、4位にょーのーのー、ベスト3が3位がサンガ、ありがとう。2位が、あ、ほぼ取れてるネイルがバレる。2位がわか、ありがとう。1位がノブー、ノブーノブ、なんかノブリンみたいなかき小屋の名前あって、かきが食べたくなった。かき小屋行きたいな、今年まだ行ってないの。かき小屋行きたいな、年末になったら絶対行こう。お餅いっぱい食べて、今年は顔がおまんじゅうちゃんみたいにならないように気をつけます。おまんじゅうちゃんっていつもお母さんに年少の時におまんじゅうちゃんみたいだねって言われてたんですけど、お餅食べ過ぎないように気をつけたいと思います。お餅は1日、まあ、3個までいや4個までと決めていきたいと思います。餅つきの動画待ってますね。だってねえ、餅つき行けたらいいな、楽しみだな。見てくれた皆さんありがとうございました。バイバイ。ラスト金曜日、そう、バスの席に座ってる写真おやすみなさい。またねん。バイバイ。あ、間に合わなかった。だってありがとう、ミラーボールをね出してくれてありがとうございます。またお会いしましょう。良い週末を。あ、すごいランキングが変わった。コハタロ支店長が1位に君臨している、ありがとう。あとノエちゃんが9位になったんだと。13位マエちゃん、12位ケネス。あ、結構変わってない。なんか3位に若ちゃんが来た。かっちゃん、リュウガ、タダタンタ、イタッピー、ありがとう。今日はインフルエンザの予防接種したけんちょっと痛いです、腕が。おやすみ。あやのフリ入れもしたんでしょう。そう、お楽しみに。初披露いつかな。1月がアイアライブなのでお楽しみに。今年の予防接種痛かったねー。痛かったね。今も痛いもん。なんかおやすみなさい。いつ終わるかわからないショールーム。バイバイ。